皆さんこんこにちはモーターータジャーナリストの萩原秀樹です今日はこちらの車日産ノーート e パニスモノート e パワーが出たのは2016年の11月さらにその1ヶ月後こちらのねニスモがラインナップに加わったわけです。簡単におさらいをしておくとおこの e パワーなんですけど、えー、カテゴリーとしてはあシリーズハイブリッドになるわけですね。 えー、つまりエンジンで発電して、えー、その電気エネルギーを使って常にモーターで走るという車です、えー、ただ走行中はもう常にモーターで走ってますから感覚的にはモーター駆動の EV に近いような、ねえー、フィーリングが実現されている、えー、しかも EV というとなんかこうエコカーというイメージがあるんですけどそこにまさにこの NISMO えー、モータースポーツのーノウハウをす、ね、べて、えー、投入して、えー、それこそボディ剛性の向上からあもちろんシーシ、パワーユニットの中身ですね E、えー、パワーユニットについてもコンピューターチューンをしているというのですから、えー、実際どんな走りを示してくれるのかとても楽しみですエクステリアについてはもともとーノートのニスもほとんどフルパッケージでエアロパーツが採用されていますよね。 でなおかつ E パワーについてはここの部分に E パワーを象徴するねブルーの加色が加わっていますさらにタイヤについても専用の銘柄を装着していますエンジンについては発電専用ですから こう性能を出すというよりも最高の効率で発電機を回していくという性能を重視しています1.2リッターの3気筒でミラーサイクルなどを採用することによって、ね、効率を向上させている最高出力は79馬力を発揮しますモーターについては従来型のリーフと同じユニットを採用しています。馬力を発揮して最大トトルクはニューーーンメタとということですね インテリアについいてても,も専用の装備が揃っています例えばこのね天井の内張りブラックライナーに仕上がっていますしあるいはこのステアリング本革とアルカンターラですねスウェード調の素材しかもこの真ん中に赤い打角が分かりやすいラインが入っているところなんかがちょっと粋な演出ですよね。 さらに e パワーニスモについてはこのニスモのロゴが入ったねスーパーファインビジョンメーターであるとかあるいはアルミのペダルも専用装備となっていますまたシートについても専用の仕上がりになっているんですがこの車についてはノートニスモ全部のモデルにね設定されているレカロ製のシートが装備されています今後席に移ってみました ご覧ください、この広さ。えー、室内庁についてはあコンパクト化最大なんですけど、それどころじゃないですよね。足元のこのスペースといったら、多分日産で言ったらフーガ。ラグジュアリーサルーンのフーガよりも間違いなくこのスペースは広いと思います。それからノートという車なんですけど、この座面の奥行きが足りないことが欠点なんですが、この n i s スモについては、 スウェード調の,、ね、あの素材が採用されているのでなんかその、ね、奥行きの足りなさがこの体の滑りにくさによってうまい具合にカバーされている荷物スペースについては実はリチウムイオンバッテリー、えー、完全な EV ではないのですごくコンパクトなので、えー、フロントのシート下に収まっています、えー、ですので、えー、荷物スペースが犠牲になっていないんですね。 それからこの床なんですけど収納ができるというねノートならではのこうからくり的な仕掛けがそのまま採用されていますそれでは試乗にスタートしましょうモーター駆動をどうやってニスモがチューニングしたのか楽しみですね